中野博士次は日本の音響監督、吹き替え演出家である東北新社に所属し、日本音声制作者連盟の理事長を務めていた東京都出身。旧制私立一中卒業後は鎌倉アカデミアに学び、進撃の世界へ飛び込む。だが芝居だけでは生活できなくなり、1957年に太平洋テレビジョンへ入社しプロデューサーの仕事を行う。 太平洋テレビ退社後はフリーを経て、東北新社に入社し吹き替え演出家へ転身。後に外画部長となり、様々な作品で演出として活躍する。1980年代からは、難聴のため演出家としての活動は減っていった。一方、以前から行っていた声優や翻訳家、演出家の養成に尽力するなど、更新の育成に力を入れていた。2000年8月14日に死去。 70歳没。池田雅子については、高校生の頃から知っていると語り、共に芝居をするなど交友があった。また、若本の利を声優業界に入れたのは中野の功績による。沢田敏子は中野とその演出ついて、とても読み込みの深い、高い完成度を求める方と述べている。天野学美は、養成所時代に、 私がひたすら追いかけた方で、人としても、監督としても優れた、真の、先生でしたと語り、亡くなる直前には養成所の新人声優へ向けて、報われるとは限らぬバラの道だが、選んだのなら、頑張りなさいという言言を残したという。映画テレビドラマハット ABCDE 柴田幸太郎、翻訳家になろう。請求者、2012年。 ISBN47 億8723万 3351ABCD テレビ朝日映画はブラウン館の指定席で淀川長春と日曜洋画の20年全国朝日放送1986年40から41ページ ISBN48 億8131万798拳に思いを込めて 40年生優会の大ベテラン、若本則雄さん。早稲田ウィークリー。2020年8月1日閲覧。沢田本人のツイートツイッター。天野本人のツイートツイッター。ありがとうございます。